どうもおはようございます。おはようございます。バロンザモスでございます。近い中を今日はね、阪急茨城駅周辺を今走っておるんですけど、あいにくの雨でございますね。ちょっと前撮ってもらいたいんですけど、こう今週ずっと雨なんですよ。一応晴れ男で売ってるの雨の日やんって言ってる。まあまあそれは置いといて、この雨の日道路見てください。めちゃ空いてるでしょ。はい。夕方まで混まないんですよ。夕方車でねお迎えとかあるから買い物とか一気に茨城は詰まるんですけど、はい、雨の午前中ってすくんですよね。なるほど。なのでこれで街をね見に行くチャンスなわけですよ。はい。で今日行くのは特に JR 茨城駅をご利用になった人たちに捧ぐバラードですよ。旧泉跡へ行きたいと思います。あのね、多分ねみんな懐かしいと思ってくださると思うんですよね。特に地方に行っちゃった人、やっぱ茨城で少年時代少女時代を送った後に茨城戻ってない人らは、ここ今ちょうど市役所前なんですよ。こんなに変わっちゃったんですよ。変わりましたよね。今右ね左手作ってますけど、はい、市役所ね、はい、うん、いや左や左左、まあ、工事中やんか、はい、ここですね。もっとグラウンドがね今新庁舎を作っておるんですけども、それは何を作ってここにある UI ホールって、皆さんが成人式の日、右、はい、UI ホールが、耐震がダメで壊れちゃってでグラウンドになって、で代わりにじゃあどこでこうね成人式やんの茨城市民ってなって、で今やっと作り始めたんですけど、遅れたにもちゃんとエピソードがあって、はい、あの古墳出ちゃったっていう、また昔のジャスコと同じで、うんうん、その古墳の、地質調査が終わった後なんで、やっと今からね建築が始まるということでございます。でここはもう勝手知ったらなんて言うので、皆さんもね変わりのないあの茨城の、阪急茨城から JR 茨城へ向かうまでの歩き道でね、こういう昔の小さなお店がいっぱいあるんですよね、はい、昔この辺にカセットテープ屋さん CD 屋さんとかね、電気屋さんとか仏壇屋さんとかいっぱいねいろんなものがあったんですけど、今もねあの残ってるのは残ってますよ。うん、懐かしいよね。このクリーニング屋さんと変わってないですね。へーへーって、へーって、あんま関心ないでしょ。ありますあります。そうなんだ、まあいいけども、まあ、この先がね茨城のほら駅前の、まあ、商店街なんですね、左右。はい、うん、でこれだいぶ昔は飲み屋がねいっぱいあったんですけど、ラーメン屋とか今だいぶ変わってしまってね、でも形はそのまま残っておりますね。綺麗な住宅マンションとか増えましたね。うん、まあこの辺は何もないよ、マンション増えてないで。あ、そうなんですか。見てください、ボロボロやんかもよ。へえ、これは味あるね昭和50年代の作りなんですけど、はいはいはい、まあ、この辺は君の言う通り新しくなったりもしてるけど、左側も全部古いままなんですよ、ビルも。うん、懐かしいでしょ。いいんですよね。昔からやってるねお店が生き残ってほしいんやけれども、うん、それは僕らのわがままでやっぱり時代が変わっていってね、うん、それを受け入れていかなきゃいけないっていうのは分かっちゃいるけど、やめられないこのおじさん集団のこうノスタルジック探し、うん、今回は JR 茨城の駅前にあった、泉屋さん跡地の今を撮りたいと思います。ちなみに今日は、2022年、平成4年の、5月ですね、はい。で閉店したのはね、2020年8月に実は閉店してるんですよ、泉屋さんね。だから皆さん動画見られてる方で40代から60、70代の方多いでしょ、はい、でその人たちからしたらまだ子供でお父ちゃんお母ちゃんに手引っ張ってもらってね、この辺で買い物した人らですよ、うんうんうん、楽しみやったわけですよ。お父さん駅まで迎えに行った帰りに寄ってね、お菓子の1個とかプラモの1個買ってもらった時代ですよ、うん、であのプラモデルっぽいやつの中にガムが1枚だけ入ってて、はい、でこれお菓子ですよ、教鞭を貼ってお袋にねだるみたいなね、それ懐かしいおもちゃじゃありませんでお菓子ですなんてねそういうこうね、びっくりマンチョコみたいなね、もうほとんどシールが欲しいくせにみたいな、うん、あれはおやつなんだってね、子供ながらに知恵を使ってですね買ってた時代があったんですよね、はい。まあ、これはちょうど駅前でございますね。駅前でこう実は地下駐車場だけ生き残ってるんで入ってみたいと思います。 JR 駅前ビルって書いてあるでしょ、かまとってね、もう懐かしいですよ、ど真ん中で。わー、地下初めて見えん何も見えんでこれはね1階と2階がね確かあれだったんですよ、泉屋さんの後なんですよね。一時駐車は地下2階ですね、うんうん、市営駐車場にあってるんですね。すごい
地下に2階もあるんですね。そうそう、古いんですよ。もうね、これ半世紀経ってるんで、あの50年、一応ねコンクリートそのものはね100年ぐらい持つようになってるんですけど、だいぶ経年劣化があって、まあいよいよ、うん、この角度でチケットの難しいねこれ確かにこれ無理やろ頭こするやんこれね。え、これこんなに離れるの俺が下手だ。あ、俺が下手やったんこれ。いやいや、そんなことない。油断したぞこんなんやったっけね、地下ね、綺麗に車が止まっておりますよ、ほら。で、懐かしいね、これ縦入れなんですよ、ほら。え、縦入れて、頭から突っ込むってことか。あ、懐かしいですよね。で、このサイズやから全然入るんですよ。これは昭和63年のジェミニーなので、はい、でもね、こうやっぱ今 SRV とか、あ、じゃあ SUV とかが流行ってしまったんで、うん、非常に入れの大変やと思います。小さい駐車場ですね、うんうん、はい、で、まあ、中もね撮っていきたいと思うんですけど、なんかすごい雰囲気出てるやん今。はい、はい、ね、いい、もうずっとはいしか言えへんやんいや、もうちょっとさ、あの、うん、視聴者さんもいらっしゃるんで、こうワクワク感出へん。やっぱ若い子はわけわからん、こんなとこどこやねんこれと思うの。暗って思いました。暗、そういう感想なんやな、はい、やっぱジェネレーションギャップですね、うん、僕の、まあ、娘にはなれないけど、まあ、なんかめっちゃ離れた妹みたいな年だもんねそうですね、うん、全然歴史違います、お兄ちゃんとみたいなまあ、わてはスマホ時代ですからみたいな早いって俺あのポケベルが鳴らなくてグタしてるっていう世代、ポケベル使ったことない。この10年の進化が辛いんですよね、一緒にカラオケってビーズで被んないもんね。そうですね。あ、それビーズですかって聞かれるもんね、はい、うん、歌えって言っといてビーズ僕歌うわけですよね皆さん、うん、でそれ誰ですかって言われて、いやいやひでえなと思いますよ。それでやっぱりおじさん傷つくわけ、うん、まあ、傷つく必要ないんですけど、まあ、そういった旅も、まあ、このジェネレーションギャップも含めてですね、はい、今からじゃちょっとね、泉屋さん跡地なんでね、はい、もう何にもないんですけど、まあ、ちょっとプライバシーを保護しながらの動画撮影となりますので、こ うまくこうねお店をじっくり通るってことはできないですけど、皆さん中の雰囲気をね、うん、ちょっと味わっていただければと思います。はい、はい、では行ってきます。撮れてる？撮れます。それではね行きましょうか。はい、ここが昔懐かしの地下2階の駐車場ですね。はい、実は JR の茨城の駅下にこんな立派な駐車場があるんですけど、見てください、はい、車が濡れずに置けると。いやー、結構利用されてる方多いですね。知ってる人は使うんじゃないですか、昔懐かしいっていうだけじゃなくて、単純に便利なんですよここはね。はは、濡れずに行けると。ただあの高架の上は屋根がついてないんで結局濡れるんですけどアプローチが、まあ、そんなことどうでもいいんですよ。とりあえず車がね安全に置けます。そう、やむという設定ですよ。どうぞ。はい、ああ、このね天井の高さですね。これが昭和感もあった。すごい天井触れる、うん、まあ、これが昭和50年じゃ、築年数で50年ぐらい経ってる場所なので、50年、そのぐらいになっちゃうんですね、うんうん、ちょっと早歩きで回りましょうか。かなり回らんだろうな、はい、うん、でまずこっちから行きましょうか。で皆さんとかはねよくご存知だと思うんですけど、この辺は非常に懐かしいレストラン街になりますね。これ今地下1階なのかな、で部屋しかあれへん、はあしかあれへんなんでここ初めて来ました。あ、そう、地下、そう、はい、結構ね、今店オープン前のとこも多いと思うんで、ランチ前なんですけど、はい、今まで時間が、11時で、こっからその外へ出れちゃうっていうね。はあ、どこに出るんやろう。あの駅前、ちょっと待って、これ撮ってほしいんですよ。これちょっとショップタウンという形でね、今こう張り替えたんで昔じゃないんですけどね。いや、感動が薄いな。もう今お店こんだけだよってことですね。東京名物ホッピーもあるよ。あ、地下ね、地下1階ここですね、はい、うーん、あ、ホッピー、ね、で上がショッピングフロアで、2階もショッピングフロア、はい、でこの1階と2階が昔の、泉屋でした。あれ、こうやって見たら結構お店入ってますね。あ、でも減ったね。そっか、じゃあ上上がってみましょうか。はい、でここ階段から見たらこうね、これ茨城ショップランドね、昔のこの階段も趣がある非常に懐かしい場所だと思いますね。どこへ出るのかっていうことね。はい、そうそうそう、そうです。どこ出るんやろ。あ、雨やんだんじゃん。お、晴れ男。晴れ男、晴れたな、おい。
ここが、ね、JR 茨城駅の駅前と、まあ、もう皆さんもう買って知ったらなんて懐かしい場所だと思います。はい、で、あとで1階をちょっと案内しましょうか。あとであそこ2階から出たいんで。はい、で昔はこのねバス停で降りて、はあ、ママとかねパパとかもしくはお姉ちゃんとかで、ね、買い物行くと。ここ昔からその降り場は降り場であるんですか。はい、もう変わらないバス停だ。でここから上上がって向こうで電車に乗ると、うん、あね、山手台のねサニータウンとかにお住まいから絶対ここ使ってるはずですから。ああ、そっか。あとはね皆さんが詳しいと思うんでどんな状況か見てもらったら、はい、よくわかるかと思います。はい、まあこの一覧もね昔懐かしいね。こちらもそうです、変わらず頑張ってあるんですね。へー、ちゃんと入ったの初めてかも。あ、まさか。茨城のほら阪急茨城も駅前あるじゃないですか、はい、あれと同じなんですね、その当時のものとしては、うん、あ、そうですね、ソシオの方はちょっと通ったりとかいろいろします。まあ、まあ、あっちももう築50年超えたんかな。うーん、まあ、こんな雰囲気で、ね、廊下とか変わらずなんで、うん、これがね、ちょっとさっぱりしちゃった感じなんですよね。まあ、一周回って階段なんですね、はい、どっかちょっとね、懐かしさを求めて歩いてるんですけど、はい、まあ、こっちも全部閉まってるからな。うーん、あ、本当だ。で実はここの面白いところで一等地なんですけど、はい、3階以降は、ね、確か住居お住まいなんですよ。ああ、そうですね。めちゃくちゃ洒落てんなっていうので、僕も友達が上にいたんですけど、友達家族が。めちゃおしゃれで、駅直結で買い物ができて、うん、上で住むって。今の、うん、その高層マンション、駅前マンションの走りなんですよ。まあ、50年以上経ってますけどね。確かに当時すごい、ね、だからめっちゃ前向きに考えてもらったらすげえね、あの先進的なんですよ。うーん、あ、ここから2階ですか。そうね、まあ、ちょっとねこう看板とか無理やり作ってその昔の、ね、名残が残ってるんですけど当時のままですね。はい、まあ、塗装とかはしてますけど、はい、ここが2階、これが駅直結のルートになりますね。パレット。あ、知ってんの。知ってますよ。あ、そうなん。なんで。高槻にもなんていうか飛んだとか。ああ、そう、そういう意味で知ってんのか。はい、そういう意味で知ってんの。はい。あね、こう懐かしさ余ってどうたらって奥行きましょう。はい。この辺がね、作りが全部変わってしまったんですけど、まあ、ここ日割りも含めてですね、懐かしい。まあ、当時のものってこういう作りなんですね、床もね。うんうん、なるほど。今割とイオングループとかはこう割とクッションフロアみたいなのを新しい目のこう絨毯を引くようになりましたけど。あ、そうですね。この頃は割とね、うん、子供らが滑ってたんですよ、床が冷たいって言って、ね、僕も滑ってるタッチでしたね。スライディングして向こうまで行ける。あー、それ楽しそう。キャプテン翼が流行ったんでどうしてもそうなったんですね。でここ見てもらったら分かるんですけども、はい、ここからその、入居者以外は立ち入り禁止と、はあ、お住まいになったんですね。そういうことか。視聴者の皆さんが見て分かる通り、ここにもし住んでる方が昔いらっしゃったら。なるほど、すごい、本当に中の中から入れるんですか。そうなんですよ、それがおしゃれやな、超画期的やなっていう、うんうん、でこの頃は駅前にみんなでかい家をこう今マイホームとして買う、バブルの時代を迎えます。うん、ですからその中でも特に先進的な人はこういうところからね。なるほど。でもうちょっと駅から離れたところで大きい家を持ちたいっていう人だ。結局昔と今は変わらないんですよ、考え方って。人間そうですね。ここは超便利の一等地やけど、代わりに車の駐車場どうするのかいろいろ大変なこともあります。いや、それね、小さいことどうでもいいんですよ。だ、一つこの建物でやはり課題があって、バリアフリーに対応できない中2階みたいな形になってるんですね。基本メインが階段になっちゃってるし。あ、そうですね。こう上がってこれば大丈夫なんだけどっていう。あら、本当や、エレベーターないんですもんね。で、茨城、JR 茨城への、あのアクセスのルートが、はい、中2階って段差があるんですよ。あ、でこれが不便。で、行きましょうか。はい、その辺がね、ちょっとね困ったなというところなんですけど。
ちょっとね、雰囲気が出るとしたら看板ぐらいしかもうなくて、ね、寂しいんですけど、うんこうね、むき出しの配管とかもね、その当時物なんで、あ、本当だ、こう無理には取り回しをしてるわけですよ。へえ、意味が壊れますけどね。面白いですね、配管。いやいや、これ、この雑なね。前はこっちしかなかったの。でも一応、茨城県がね、話してる、はい、こうバリアフリーになったんですよ。スロープができた。ほんとや。で、こういうのでね、うん、大丈夫ですか対応できるようになったんですけど、この後どうしたら、これ階段。ほう、うわ、急。これで、こう、急な。わね、こういうところはご高齢の人はちょっとしんどいってことね。この一段、このぐらい降りなあかんからね。わあ、よりかかりながら登るようにしないと。で、これはまあそれでいいんですよ。うん、で、これ何がいいかっていうと、こう駅のアプローチを考えて、はい、後で茨城さんも改良したんですね。うんうん、でよく見てください。前ほらエレベーターで行きますよ。ああ、本当だ。で、ここからスロープをずっとくぐれば中に入れるよねっていう。はあ。要するに、まあ、古い建物でも後付けすれば全然町としては役に立つと。うん、うん。うん、で、ここから後ろ全部取れるんですけど、もうちょっとこっち来てほしいな。住居。これ後ろなんですね。風景撮ってもらって。どうですか？すごい、マンション綺麗ですね。外壁も綺麗にやってるんで、古いには古いですけど、頑丈にこのコーラ作ってあるんでね。非常にいいと思います。で、こっち側がその名残ですよね。ここから見てもらったら1階2階もね、当時の名残が残ってます。あ、宝くじ売り場はずっとあるんですね。え、宝くじ売り場昔からありませんでしたっけ？ あ、 あったと思う。で、後ろから見るとこんなにね、あのこの字型で大きなお家だったんだなって、この真ん中に泉屋がいたんだなっていうのがすごくよくわかると思います。じゃあ中入りましょうか。はい、まあ、エレベーターもあるし全然行けるやんと思うんですけど、はい、ただやっぱりこう駅前の建築法上ね、やっぱ皆さんがプライベートのお家だけじゃなくて公的にも使うんで、はい、やっぱコンクリートの耐久年数とか、うんうん、まあ姉波事件以降ですね、あの耐震構造については特にうるさくなったので地震もあって、はい、まあ、建て替えもまあ視野に入っていると、まあ、そういう流れになってますね。ここ一応エレベーター1台あるんだ。あ、本当だ、こんなとこにあったんですか。へぇ、えー、これちょっと、ね、分かりにくいんですけど、うんうん、でちょっとじゃあ駅へのアプローチの方向かってみましょうか、はい、いやこっちの部分しかないんですよね。泉屋がなくなるのは本当悲しいですよね。あ、これは名残ですよ。あ、エアコン、エアコン、これね、もうなんかすげえね、こうもう使ってないけど、なんか軽井沢の別荘にあんのみたいな。ここにつけるエアコンなんですか。いや違うんだけどね、上向きと前向きでこう分かれるね、昔ながらの。へえ、なんかスイッチがここなんだ。へえ、懐かしいですね。面白い、ほんまや。で、ここのね大丈夫ですか、うん、こう下取ってほしいね。これがその当時残ってる雰囲気のものですね。子供ながらにこの上滑ったし、まあ、まあ親に怒られたり知らないおっちゃんに怒られましたよねそういう豊かな時代だったんですよ、うん、みんなで狭い場所に分かち合うっていう時代だったので、まあね、君たちみたいな新しい世代が来ることで、ね、僕らは消えてなくなるんでしょうけどそんなことないですよ消されるんでしょうけど、いやいや、そんな。でも一方でまだ少しがばかりか残ってると、なんか心が温かくなるというかね、うん、お袋のあれですよ、肉じゃがとかカレーと一緒で、うん、なんか懐かしいよねっていう、うんうん、それって大事ですよね、はい、皆さんもよかったらぜひ、ね、茨城一回戻ってきてほしいんですけど、ただ前に撮ってもらいましょうか、はい、ここからは我々解説なんですけど、これが JR 茨城への、主流のアクセスルートになるんです、はい、ここは今も皆さんもめちゃくちゃ活用しておられます。この階段や、これが邪魔なんです。あ、本当だ、じゃあ例えば車椅子利用されてる方は1回降りて、でエレベーターが、エレベーターもう1回上がってここに来るってことですね。まあ、ちょっと不便なんですけど、まあ、まあその辺はいいんです。でここからもう駅まで 直通なんですね。でこの高架、要するにこう鉄橋ですね、はい、自体は当時のままです。
僕は昭和50年に生まれましたけど、そのまんま、はい、ただ駅はねちょっと変わっちゃった。あ、バス停とかいろいろ変わりましたね。そう、元はここがバス停の入り口だったりしたんですけど。そうでした、そうでした。半分はね改装されて向こう側に移動になってね、うんうん、まあ、より乗りやすくなりました。まあ、JR 茨城が取らなくていいんで、ここから背景取りましょうか。はい、でね、今あの三島のリフォームって茨城で映画見たらあれ CM 絶対出るんですけど、あそこの看板と右手の看板が泉屋の看板だったんですね。もう白くなってますけど。あ、本当だ。で、こういうね素晴らしい場所にお住まいで、この茨城ショップダウンってこの看板とか見てもらったら、この辺はその当時のままなんですね。で、ここに泉屋って書かれてるね。はあ、なるほど。ね、JR 茨城も変わっちゃったところもあるけれども、変わってないところもいっぱいありますし、はい、うんうん、前のね、こう UFJ 銀行建物その当時のもののままなんですね。え、どこですか？目の前、正面も銀行さんなんですけど、今銀行入ってるんですか？ UFJ 銀行。って。いや。って。ちょっと なんか結構 UFJ やったらバーンってこう案内板がありそうやなと思ったんですけど、いや横に看板がある下の方。へえ、そうだったんや。建物の作りが立派だけど古いっていうね、うん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 、見てもらったら分かると思うんですけど、はい、で今はこういう乗り場になってますね、はい、JR 西口のバス乗り場、はい、ちゃんと降りれませんって書いてます。あ、本当だ。そこがもともと降りれたとこですよね。あ、いや降りるところと、降車場所と乗る場所が違うんですよ。珍しいタイプなんですよね。今は一部がこっちに来ちゃったんで、このラインに。はあはあ、はい、まあ、エキスポシティってね、今万博方面がエキスポシティ側になったり、山手台方面とかね、うん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 、山奥、仁長寺方面ですね、うん、まあ、茨城台ニュータウンもこちら側になりますので、よかったら覚えておいてください。でさらにね、あの枚方まで行ける赤バス、京阪バスも来てますからね。へえ、赤バスって言うんだ。いや、僕らは赤バス、京阪バスいいんだ。で、後ろをちょっと抜いてほしいんですけど、はい、これが全容ですね、当時の。懐かしくないですか。本当にね、豊かな時代だったんです、あの頃ってね。大きいですね。ここにお住まいになったお父さん、お母さんたちは、息子や娘は本当に自慢だったでしょうね。うーん、駅直結の。いや、これはなかなかね、勇気のいる買い物やったと思うんですけど、うんうん、こういうモダンなところに住もうっていうのをね、家族で共感できるのはこの建物ですね、うんうん。だから古いからいいよねとか、新しいからいいよねとか、いい悪いではなくて、本当に思い出深き場所なんです。泉屋のね、あの、市長さんもいろいろね、コメントくださってますけど、泉屋の中の働いてるおじちゃん、はい、おばちゃんたちもみんな顔覚えるんですよ。へぇー。来たのみたいな。楽しそう。うん、だから買う、買わないでもなかったんですね。うん、だからそういう意味でも、こう日本が持ってた、その勢いがある時代、はい、やっぱりゆとりもあるのか、みんなも仲良かったんだなっていうのを、すごく痛感するので、そういう意味では昭和50年から60年代、特に、はあ、特にここ大繁栄した頃。ね、高度経済成長を超えた後なんで、はい、もう俺らバブル期に入ってくるんですよ。まあ、だからもうみんなお金いっぱいもらってる時代だったんかな。まあ、にぎやかだったと言えるでしょうね。はい、まあ、あの地下もほとんど閉まってるので、あの全部回るのも心苦しいんで、このぐらいにしますけど、はい、ここって分譲であったんですか？分譲ですね。今もお住まいの方、ああ、結構あの賃貸でも最近、ああ、もう売ってるんちゃう、うん、うん、じゃあ一応傑作がいて、このこう売り出したりとかもしてるんですけど、他で、ああ、そう、まあ、住み替えを狙ってるんかもしれませんね。一回取り壊す可能性もゼロではないです、うんうんうん、ですから、まあね、よかったら今のうちにね、遊びに来ていただければと思いますけど、うん、皆さんいかがでしょうか。そうか、取り壊す可能性もあるんだ、うん、ゼロではないですね。あ、で、ここが水の茨城の入り口、あ、ほう、ここがマンションの入り口ってこと。そうなんですよ、ここなんです。みんな気づかないですけど、知らんかった、はい、でこういうことで、上の看板も同じですね。あー、ほんとだ。なるほど。
まあ、知らん人のが多いですよ。はい、全然知らなかったです。ここの目の前のトイレとかはね、知ってましたけど、まあ、こんなわけですね。あと懐かしい場所へ戻っていってですね、うん、消えていこうと思います一回ね、今度ね、あ、階段気をつけてね。はい、まあね、今日のカメラマンさんはですね、皆さん、ここを知らないのであまり僕みたいな感情移入してくれなくて寂しいと思った方もいらっしゃるかもしれませんけど、そんなもんですよやっぱり思い出ってそれぞれの人の特別なものなのでね、こうみんながみんなポイントでここがっていうことではなくですね、これを見ていただいている方の中で、あ、この西駅前町のね4丁目っていうのが俺にとっては特別だったっていう人たちがね、うんうん、ちゃん あそことかあのまんまですよ。花いかだ花いかだ、え、あ、空あったかな、あの後ろが屋台村やったんですけどね。へえ、ボンネージュとかなんですかね、うんうん、そうそう。へえ、こっちはもう雰囲気だけ取っといてますね。これ看板全部消されてるけど、この消されてる看板が全部泉屋だったんです。いや、まあ、カラオケ入ってるんですね学習塾とか。で、さっきの急な階段もそこですね。あ、ここか、左手から上がる。なるほど、もうちょっと一緒になりますけど。急ですね、下から見ても、うん、めちゃ急ですよ、これこれはちょっとかなり乱暴なやつですねバベルの塔ですね人類がね、神に挑むかのような建物ですけど、まあ、幅的にこれ限界だったんですよねエスカレーターとかエレベーター探したくなりますね、うん、まあ、今度は萌え萌えだと思いますけど、皆さんすごいね、こんなでかいね。え、あ、電気メーター、すごいね、これ。すごい、え、ガスじゃないの、ガス、あ、ガスか、うん、左手でバルブを閉めるっていうね、当時物なんです。へえ、お家のやつよりもものすごいでかいから、なんか見てて怖いでしょ。はい、怖いです、なんか爆発しそう、俺こうないこう怖い思ってたんですよでっかいで、ね、襲ってきそうやんかでこの辺にもね、そのゆかりの場所が残ってる。これはバイパスバルブ、バルブ都市ガスを分配するんですけど、圧力をかける場所。すごい、すごい作りでしょ。なんかかっこいいですね。シマリーとかね、色んな感じ、なんか爆発しそう、これ見て。本当爆発しそう。温度計までね。あ、へえ。大切に物を使っているということですね。まあね、古きを訪ねて新しきを知るということで。はい、あ、温故知新という言葉がございますけども、はい、どうですか、ん、どうですか、何も感じないですか。面白いです。何がなんかね、この時代の進みを感じるというか、へえ、何気なく通ってたとこですけど、はい、歴史を感じました。歴史を感じた、はい、ね、僕らこの辺もモエモエポイントで、エアコンを、まあ、今も吊るっていうやり方しますけど、ちょうどね、はい、こう出窓の下に隠すっていう、この粋な計らいね、はあ、でその下にこうガス管も一緒に通っちゃってるっていうこのそしてもう一つこの建物の粋なところ、はい、皆さん気づいてるかな、当時では画期的だったんですけど、水を下に下ろすパイプが壁と壁の間に入ってるんです。あー、ザマスさんの好きなこう萌え萌え、きれいに隠せるっていう、そう、これがね、凹凸が出なくて自転車にぶつけて割られたりしないっていうのは、非常にね、よくできてますね。なるほど、あ、そっか、割られないんか。見栄えもいいじゃないですか、うん、見栄えいいです。あと配管はしないですよ、外から出てる追加分はね、うん、で空調のほとんどが集まってるここね、建物すごい、これそうだったんや。あれですよ、駐車場の配管、あのガス抜きもここでしてるんですよ、パッキン。これで一周ね、回ってきた形になります。もうあともう一歩歩いたら終了しますけど、はい、この辺は後付けですよね、エアコンの関係のが。
今も変わらない入り口ですね、うん、人がちゃんと立ってますからね、はい、はい、でそうしましたらですね、今日はこれにて終了します。またね、茨城のあちこちの街も探検していきます。よかったら一緒に懐かしみましょう。あの頃の時代が良かったじゃなくて、今もいいからこそ、うん、今ちょっと辛いかもしれませんけど、だからこそ昔があって今の俺がいるんだよね、私がいるんだよねみたいなところでね、少し茨城市を愛してもらえたら、懐かしんでもらえたらと思って動画は継続しております。では今回はこれにて失礼します。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。安っ、200円、駅前ど真ん中で200円は安いよね。安い、いや珍しく、これ安いと思ったわ、うん、え普通300、400円取りはるやんか、うんうんうん、200円って、まあ、市営やからですかね。いや、あ、そうか、市営か、え、1時間やで、1時間で200円、200円、そんなやつ、ね、え、1時間200円皆さんおすすめですね。いや、おすすめどころかちょっと前撮ってほしいんですけど、めちゃ急でしょ、急そんなに安い、それはちょっとびっくりしたな。1時間200円って何回言うねんっていや、ほ、いや、それ一番最大1200円って書いてます。ああ、そうか、あの今のタイムズみたいな、うん、止めっぱなしで1200円でも普通ちょっと安いぐらいじゃん、駅前でね、うん、1時間で200円で皆さん絶対来るべきですよ、これ。ちょっと左折しか、あ、右折もよかった、さすがに記憶いないな。